皆さんこんばんはここばはちらチャンネル北海道です、えー、本日のキャスターを務めます小野寺勝でございます。よろししくお願いしますということで、まあ、今日なんですけれども私ですねちょっと昼ご飯を食べてないんですけれどもこれちょっと理由があってですねあの木曜日先週の木曜日なんですけれども。 あの尖閣の,の周辺で釣れたあお魚をです、ね、食べるという、まあ、企画があってその場でですね、まあ、尖閣のお魚は本当に美味しかったんですけれどもプリンを作るということでバケツでプリンを作ってですね、まあ、それをわっとプリンでゴワッとその スプーンで食べたんですけれどもそれ以来ですねちょっと胸焼けがしてあのあまりその昼を食べられないような感じになってですね今日も昼ご飯を食べられてないんですけれどもまあ食べてないなりにもですね精一杯この番組はまあ、最後までマットたいと思ってますのでよろしくお願いを申し上げますということでまあ、本日のメニューに入りますえ今日の北海道最近起きた興味深いニュースを紹介し分析していくコーナーですえ今日の特集 全国の公立高校でアイヌ語の授業をえ以上の2本立てでお送りいたします。チャンネルさくら北海道は道民による道民のためのインターネット放送です。常に皆様と共にアイヌでまいりたいと思いますのでご支援のとよろしくお願い申し上げます。それで具体的な支援の方法ですけれどもチャンネルさくら北海道を支えてくださる方を募集しておりますえチャンネルさくら北海道は大企業や組合宗教団体などからは一切支援を受けておりません。 北海道民、国民一人一人に支えられて日本の国益を根底とした番組を制作しています。 他のテレビ局では報道されない北海道民、日本国民にとって本当に大切な情報を常に考えながらこれからも伝えてまいりますので、皆様のご理解とご支援のほどよろしくお願いを申し上げます。えー、具体的な支援の方法です。チャンネル桜北海道では100人委員会を立ち上げております。賛同者広告主として毎月1口1万円の会費を頂戴しております。何口でも可能です。 毎日月曜日から金曜日まで7秒間の CM をチャンネル桜北海道の番組内で毎月20回放送いたします広告は不要という方も大歓迎ですまた月々のご支援以外にも単発でのご支援を受けたまわっておりますホームページにもご支援方法等を載せておりますのでよろしくお願いを申し上げます とということで、まずは今日の北海道今日の童、ま、心、あ、なんですけれども、まあ、いろいろなあニュースがある中でですねあのー、水泳の、まあ、池江選手ですねこの選手、まあ、白血病で、まあ、あれだけその闘病生活もしてまあ 痩せ細ってですねそれでも、まあ、あ諦めないで水泳をずっと続けていたというあの選手がですね五輪の代表に、まあ、リレーのバタフライですね内定したという記事が出てですねこれは本当に感動で、まあ、この話をするわけではないんですけれども、まあ、この話は避けられないなと思ってですね、まあ、ちょっとこんなに素晴らしい話があるのかなという感じとですねあともう一つ同心でですねちょっとがっかりしたのがですね 核のゴミどこへ揺らぐ民主主義みたいなですね記事があってこれシリーズものにする予定なんでしょうかね1位だとか書いてあるのでこれからずっとこれが続くと思うとさすが同心だなと思ってげっそりするんですけれども住民は蚊帳の外とか言ってですね蚊帳の外じゃなくて住民が選んだ 議長とあその、町議会議員とあ議長とあと議会ですね、それと町長がですね、まあ、決めていることを蚊帳の外も減ってくるもないだろうと、<laughs> これが民主主義なんだと思うんですけれども、本当にひどい記事を書いてるなということで、き、まあ、今日の動詞なんかですね、見るとですね、かなり薄っぺらいので、今日は動詞を使うことはよしましょう。これもしかすると 広告剥がしっていうか同心に広告出してもしょうがないなということで広告が減っちゃったのかなもうこのまま潰れればいいのにと思うんですけれどもそれを置いといて今日のですね、えー、北海道というか今日の話題はですねこの話題にしたいと思いますドン今画面に出てますけれども2008年の7月にですね北海道の洞爺湖で洞爺湖サミットが行われました。ここにですね、まあ、 その当時の首相は福田さんだったので私の記憶にすごくあるんですけれどもまあアイヌ政策に関してですね、まあ、菅さんがいろいろ座長でアイヌ政策の菅さんが推し進めた部分がかなりあるんだだとかですね まあ、鈴木宗男氏がですねそのアイヌの方たちと一緒に動いていろいろアイヌの進法を作ったりとかいうそういうけしからんこともやったんだとかいろいろな政治家がこれをアイヌ政策に深く携わってアイヌ政策の暴走の手助けをしたというような話をしてきましたが私福田元総理に関してはこれ言ってきませんでしたけれども、まあ、これを見てですねやっぱりふと思いました。このです、ね、福田総理は 元総理はやはりアイヌ政策に関しても暴走するようなことをやっておりましたこれどういうことかというと先ほどあの北海道サミットの話しましたけれども北海道サミットと合わせてですね実は先住民族のサミットというものを北海道で行ったとこれですね国の方も後押しをしてやったんですけれどもこれによって 全世界に対してアイヌは先住民族でもないのに先住民族ださらに虐げられた民族だということで他の国の本当の先住民族であり本当に虐げられた民族と一緒にですねサミットをやってああでもないこうでもない日本はすごい差別をしたみたいなですね会議を堂々とやっていたとこれに合わせてですよ日本日本の北海道サミットに合わせてこれをやっていた このですね、張本人というかトップはやはり福田総理だったのですね、私は当時、北海道議会議員として、なんじゃこの総理大臣はと、なんでこんなことを平気でさせるんだという非常に憤りを覚えたんですけれども、やはりですね、この、 中国の習近平国家主席が来ることを日本国民は待ち望んでいるみたいなですね話を平気でやるというような報道を見たときにああやはりこの人は日本のことはあまり考えていない日本との国益とは反対のことを平気でやる人なんだなということを改めて感じたということで皆さんにはですねやはり政権の中枢にも変な方たちがいると。ただ 自民党の中でも頑張ってた戦っている方もいると。 そういうことを考えて、まあ、あ,あまり盲信、ね、的にというかです、ね、その盲目的に自民党だとか、まあ、政党だとかを信じるわけではなくです、ね、やはり議員この議員は大丈夫だとかこの議員を応援したらよくなるんだみたいなです、ね、そういうその思考回路というのはこれから必要なんだなとそれじゃないとこんな変な総理を生むんだなということで今日はその話をさせていただきました。やはりです、ね、北海道も相当中中国に侵略されている中で、 でですね、こんな発言は許せませんしやはり危機感を皆さんで持ちましょうということでえ今日の北海道にさせていただきました。次は特集です <music> とということで、今日の特集です。え今日の特集は「全国の公立学校でアイヌ語の授業を」ということで、まあ、にわかに信じられないような話なんですけれどももしかするとですよ全国の公立高校でアイヌ語の授業が始まってしまうかもしれないようなことをですね平気で主張している方が現れたとこの主張している本はですね実はちょっと と無視できない看過できないところが発行している本なんですけれどもまずはそれは置いときまして実は私ですね同議会議員の時から教育にですね、まあ、アイヌの間違えた文化ですとか間違えたあその、まあ、歴史認識を入れてですね でアイヌを利用して変な自虐的な教育をするというようなことが行われていたので、まあ、行われつつあった、まあ、行われていたのでそれを阻止するためにですね相当いろいろ追及をしました。で、えーまあ、実際にどういう追及をしたのかですけれどもちょっとこれをご覧いただきたいと思いますけれども。 これはですね、平成24年度第1回北海道議会定例会の予算特別委員会で、まあ、私がいろいろ質問した中の一つにです、ね、アイヌ文化振興財団の副読本についてということで私がアイヌ文化振興財団が発行する副読本について伺います。 これは意見交換をしましたが意見の一致を見なかったということで本当に児童教員の姿勢をここで聞きたいと思っておりますので質問をしてまいりますということでですねこれどういうことかというと、まあ、意見交換というのは普通ですね同議会では、まあ、答弁のすり合わせをしてですね私はこう聞くのでこう答えると。 い向こうの「こう答える」というのがあまりにとんちんかんでふざけた「こう答える」だったのでそんなんだったら答えなくていいと私は堂々と議会でもうその台本なしで質問してやるっていう宣誓布告の <laughs> ま<あ>この <laughs> 質問だったんですけれどもこのですね福読本というのが、まあ、アイヌ文化振興財団というところで作っているその、まあ、アイヌ文化振興財団というのはですね、えー、まあ 国が半分お金を出して、あと銅が半分お金を出して全部税金で行われていてアイヌ文化の振興ですとか、まあ、伝承活動を行うというです、ね、アイヌ文化にかかるです、ね、法律にのっとったその団体なんですけれども大体年間78億円の税金でそれがやられているというような感じだったんですけれどもここですよ国と銅が作って ているまあ、お金を出している団体で副読本というものを作っていてこの副読本が全国の学校に全部その配布をされてです、ね、この中の内容があまりにひどいということで私は質問したんですけれどもまずここで驚いたのは同教委がです、ね、この副読本の内容については全く精査をしないで知らないんだと。 なのに全国の特にその北海道なので全道の学校ではこれを使ってくださいという通達を出してたと中身も知らないで嘘800書いてあるかもしれないものを全道の学校に使えと通達を出していたとは何事だというようなまず質問をしましたその後にですね実際にこれは本当なのかどうか答えろということで,ですねいくつか質問をしたことがありますそれはですね まあ代表的なまあ質問なんですけれどもその旧土人保護法北海道旧土人保護法によりアイヌには1都1万5千坪の土地しか与えられず一方和人の開拓者には1人10万坪与えられたいう。 という記述があったのがですがそれは事実かどうなのか同教委答えろというふうに言ったらですね同教委は答えずに知りまませんと逃げました。さらにですね、えー、その明治政府は農業者以外のアイヌには生活支援などの対策を何も行ってこなかったということは事実なのかどうなのかそういうふうに福読法に書いてあるけれども答えろというふうに言いましたけれどもそれについてもまあ知らないと。 答えられないとだってこれ北海道がやった北海道がアイヌに対してやった政策を北海道に聞いているのに答えないんですよということはですね実は副読本に書いてある内容というのは あまりにデタラメで同居はちゃんと答えられなかったそんなものを全部のですね学校に配ってそのまあこれを授業としてやっていたということで私はですねこんなことをやってたら大変なことになると間違えた認識を植え付けてしまうだろうとさらに日本人というのはアイヌに対してとんでもない悪いことばっかりしたんだなという嘘のまの授業をやって本当にいいのかということをまあ追求をしたんですけれども。 今日ですね、このお、まあ、あ特集をやるにあたってちょっと調べたらですね、急に僕の名前がドンと出てきてですね、ちょっと驚いたのでちょっとこれご覧くださいこれ2012年12月28日金曜日のこれ赤旗の記事なんですけれどもこの赤旗に私の名前が、まあ、バツっと出ておりました小中学生のアイヌ服毒本市民運動で修正撤回。 不当なな政治介入を許さないということで、まあ、小野寺という議員が、まあ、政治で不当な介入をして、まあ、その副読本を修正をかけようとしているけしからんのではないのかというようなです、ね、記事だったんですけれども修正その歴史の修正じゃなくて間違えたところを書き直せって言ってるだけなのにです、ね、不当なあその政治介入みたいな話で、まあ、いかにです、ね、向こうの反日的な方たちは このおかしな副読本を使いたがっているのかというのはですね、よくわかる事例だということで、ちょっと皆さんにご覧いただきましたけれども、実はですね、この副読本をどんどん使っていこうと、そして、まあ、非常に知りたげられたアイヌ民族というものがいたということをしっかり教育しようということでですね、実は、ほっ 北教祖の機関紙がです、ね、そういうことも書いているということで、まあ、その当時は、まあ、吉家参議院議員だったんですけれどもあのヤンキー先生の今はまあ衆議院議員で文科副大臣まで、えー、されましたけれどもこの吉家さんと一緒にこの問題を戦っていたあということで実はです、ね、このアイヌというものを利用して、まあ、あ共産党も北教祖もそして反日左翼の方たちも 嘘その情報を入れながらこんな副読本を税金で作ってそして全国の学校に配って学校でこれをやっていたこれは大問題になるということをですね実はこれ約10年前ですね10年前から言っていたのですがさらにここにきて、まあ、加速度をつけてですねおかしなことが行われ始めたと。 これはよくよく皆さんに注意してほしいなということで今日の特集にしたんですけれどもちょっとこの表紙をご覧くださいこれですねレジリエントな地域社会ということでレジリエントはまあしなやかということでいろいろなものを受け入れるようなそういう素地のようなイメージを持っていただけたらいいと思うんですけれどもこの「レジリエントな地域社会」というこの本ですけれども実はですね、まあ あまあこの中にですねちょっと目次を見ていただいたらこうなってますけれども「先住民族の権利とアイヌ語教育の重要性」ですとか「アイヌ語を広めるために」というような目次があるようにまあアイヌ語というものをまあ広めたいというようなことが書かれたってこれ普通の方が別に書いてたらですね「あ何タワと言ってんだ何がアイヌ語だよ」と。 いうようよなな話になりますが、実はこれをです、ね、発行しているところは大学共同利用機関法人、えー、総合地球環境学科研究所と書いてあってです、ね、大学共同利用機関法人これがですねポイントでこれどういう法人なのかですけれども、えー、大学共同利用機関法人とは学術研究の発展・進行に資するという国家こ 国のですね、根幹的な非常に重要なものを、まあ、その研究して発表するというですね、まあ、国の機関なんだと。ここがですね、アイヌ語をまずやるなんていうことを言い始めているということはですね、非常に驚きで、さらにこれ何て書いてあるのか、いろいろ書いてあるんですけれども、特に特筆すべきところをちょっと皆さんにご覧いただきたいと思いますの、ね、で、これご覧ください。 アイヌ語教育の重要性ということでまあアイヌ語ということは、まあ、その今は言語として学ぶということはされてないとまあアイヌ文化というものを総合学習の一環では学んでいるけれどもアイヌ語というその言語として科目として教える必要があるということを主張してまして子どもの権利条約の30条ですとか国際人権規約 B 規約 これによって全国にアイヌというものが散らばっているんだからそのアイヌというものが先住民族であるならばその先住民族がアイヌ語を学びたいというニーズに国は応えるべきだだから全国の公立高校でアイヌ語を言語として科目とするべきだというようなです、ね、ことをです、ね、この大学共同利用機関法人のですね この本がですよ,書いてるんですよでこんなバカなことというようなことを皆さん思うかもしれませんけれどもただ国連ではこのような話にどん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 なっていってもしですねこのままでいくと国連の方でおいおい日本はアイヌを先住民族にして全国にアイヌが散らばっているらしいけれどもアイヌ語の授業を一つちゃんとやってないのかと。 それはダメじゃないのかと韓国が来たりです、ね、注意が来てまた浅井の方たちが「わあ犬は虐げられてる」「アイヌ語も学べないんだ大変だ」とうわーって騒いで,です、ね、こういう流れになってしまうかもしれないということで今日のタイトルにしたんですけれどもこのままでいったら本当にですね アイヌ語の授業が公立高校全国のですよ行われる可能性が出てきたということですねちょっとまずこれは皆さんにですね注意喚起ということでお知らせをしたいというふうに思っておりましたちなみにアイヌ語ですけれどもちょっとこれご覧いただきたいと思いますが、まあ、これは先日言ったですねウポポイの新しい展示なんですけれどもこれにですね、まあ、アイヌ語の方言、まあ、方言じゃなくてですねまあ実際にまあ,あまあ その文法だとか単語だとか全然違う部分もあるので方言とは呼べないんですけれどもそれでも19個のいろいろなまあそのアイヌ語に分かれている中で,ですよこんな一つのアイヌ語だけ教えろみたいなですねこんなこと自体がすでにまあその成立しないんだということはですね実はウポポイですらですね言っていることをアイヌ語の授業をやれみたいなことを言っているということでまあ本当に注意しなきゃいけない。 ことだなというふうに思うんですけれども、さらにですね、えー、ついそのまあ先週の木曜日なんですけれども、北海道新聞はこういう記事を出しました。えー、高校の教科書検定でアイヌ文化がまあ多くのそのまあ本でですね、その教科書で紹介をされていて非常にいいんだけれども、差別もきっちり取り上げろとで関係者歓迎の一方で。 負の歴史足りぬということでもっとアイヌは虐げられたんだ日本人にまあ痛めつけられたんだ大変な生活を送ったんだというような自虐的なですね、まあ、その記述をどん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 書けというようなことにもですね実はああなってきています。 でこれは北海道新聞が喜んで記事にするように反日左翼にとってはです、ね、今までの,慰安婦のも従軍慰安婦の問題もそうですしえ強制労働の問題もそうですし、まあ、日本というのは侵略をしてとんでもない国だったんだというです、ね、自虐史観に基づいた、まあ、日本をダメにするというです、ね、動きの一環と全く同じで,です、ねまあ、日本人ってとんでもないんだアイヌを、まあ、先住民族だったのにしいだけで土地も奪って何もかにも文化もぐちゃぐちゃにしたみたいな。 みたいなです、ね、そういう嘘の歴史をです、ね、どん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 教科書にすり込もうとしてるという動きもです、ね、加速度がついてです、ね、こう進んでいるということで皆さんにはです、ね、この教育で特にこの嘘だとかを、まあ、すり込ませられるとです、ねまあ、多くの今若者がです、ね、それを信用してしまって大人になってそれがさも事実だと いうようよななことになってしまうので、まあ、我々はです、ね、しっかり教育現場でこれとんでもないことが起こっているということを認識しながら、まあ、国ですとか政治家に働きかけてです、ね、こんなことはあってはいけないとちゃんとした歴史ちゃんとした文化ちゃんとした認識を持つべきだということで,です、ね、これ本当に大変な状況に今なりつつありますので。 今日の特集ととししててそののことを皆ささんに伝えさせていたた。だきました今日の北海道でも言いましたが、まあ、鈴木、いや鈴木じゃない福田元総理もですねなぜか先住民族をアイヌだアイヌだということでわわわわですねそれを推し進めたようにです、ね、とんでもない政治家がいる一方でやはり民意というものが動けばです、ね、こういう問題にもブレーキをかけられると私は信じてです、ね、ずっとこの活動をしていますのでぜひ皆さんのお力をお借りいただきたいというお貸しいただきたいという というふうに思いますえ今日の特集でしたということでえ今日のすべてのプログラム毎終了しました。実は今週ですね、相当私忙しくて、まあ日毎日も日日も明後日もですね、ずっといろい毎日毎日 何かの予定が入っっててしまさらにですね、まあ、これから後から皆さんが分かると思いますけれども九州の方から某県からですね県議会議員が来てその方と調査に入ると、ね、バタバタするんですけれどもその中でですねちょっと昨日ですね私はあの夜ですね、えー、YouTube をチェックしていてそれも本当調査の一環として調べている中ですね全然関係ない中であれ とい YouTube があってハっと見るとあれ僕じゃないなと。でよく見たら山田五郎さんがですね、まあ、その番組を新しい YouTube のチャンネルやってるんですねで、モナリザカ」なんかのですね、まあ、解説をしていておおこんなのあるんだと思って、まあ、その番組の下の方を見てたらですね 小野寺勝さんが新境地で新しいチャンネルをやったのかと思いましたみたいなです、ね、変な書き込みがされていて確かに似てるけど僕の名前を出してですね、そのところに書き込みはしないでほしいなというふうに思ったらですね、山田太郎さんが「でですすね、ね<な>、山山山山山田田田田田五五五五郎郎郎郎ささんん俺、ずっと山田太郎してるいがいいね」を勝手に押していてですね、これ大丈夫なのかなと思ったのでまあ あなるべく僕の名前を変なところで出さないでほしいなということで、まあ、お願いということで、まあ、今日のまあ話にさせていただきました、まあ、これで今日の全てのプログラムが終了いたしまして、まあ、告知もありませんのでこれで終わりたいと思いますけれどももし番組を見て面白いと思った方はいいねボタンを押していただきたいと思いますし、まあ、チャンネル登録の方をしていただければ励みになりますのでよろしくお願いをしたいと思いますもう少しで4万人というところまで来ましたのでよろしくお願いしたいと思います明日もまた見 皆様に有益な情報を発信してまいります。今日はどうもありがとうございました。